いや、でもな、うん、聞いてばっかりもいられないんだ。進まなきゃな。どうしたらいいんだろう。とりあえず血を流したいんだから、さっきの、ここ探そう。ここでなんか、怖い。なんかあるはずだよ。あの、水溜まってるらへんとかさ、流せるかもしんないじゃん。これ井戸あるから、井戸とかもなんか、これは水岩岩左右ちょっと待って。水流したいんです、ここ。あと、これ光ってるなんだろうな。あ工藤の墓。早乙女の墓。うわ吉野の墓。これは誰のお墓だろうか。名前が刻まれていない。4人死ぬってこと？やめてよね、そういうの。ちょっと、いや、なんか、こん中進んでったら、あ、岩か。壊せばいいんじゃない？あ、ワープしない。しない。バットで壊せばいいんだよ。死んだ。うわー、何埋まってくれてんの？やめてよね。もう怖いし。しかも何この岩左右。何？岩。左と右の岩を壊せ。でもな、岩なんてないんだけど。ここ歩いてたらなんかできるとかない？なんか流せるとかさ。水こんなにあるんだからさ。ここは？あなたの墓、違うんだって。ああ、ごめんって。ああ、もうなんか出てきた。もうちょ、ああ、もう。やだよ。やめてよね。なんかここ壊すとなんか出てくるっぽかったからな。なんかいい方法ないかな。隠れたいな。でもそこまで走れないのか。ここ、横穴に、なんとか隠れ、うん、横穴なんかない。あー、いや、あ！無理だわ。無理ですよね。わかった。もうこれ気持ち悪い。やだ。や。なんとか進みたいんだけどなぁ。これ何？肉体を捧げよ。刺すれば呪い解かれん。やばそう。やめよう。帰る。うん、水が欲しいんですけど、体を洗い流したいんですけど、それだけなんですよね。別に悪いことしようとしてるんじゃないんですよね。ダメだわ。傘は？葉っぱは？木は？うん、ダメだ。どうしたらいいんだろう。花子さんと遊んでみよっか、また。何して遊びたかった？かくれんぼかな？はぁ、なっこさん。お、流しますか？はい。ドーン。うわあ、このね、ダイナミックな開け方。何して遊びた？かくれんぼ。トイレでかくれんぼか？何して遊びたかった？鬼ごっこか？怖いし。ちょ、怖いって。何？何しに来てんの？遊ぼう。ああ、怖い。何すればよかったんだろう。ああ、もうやめてってば。もうや。塩巻いてみる？あれは、
なんかあれだよ、みやびちゃんが言うってことはきっとなんかヒントがもらえるんだよ、この子との遊びを成功させることによって。ちょっと塩装備しよう。はい、オッケー。かわいい顔して、まったくかわいいから許しちゃうんだけどね。で、まさかの横開き、ドーン。はいはい。あー、なっこさん怖い。他のドア開かないの？塩負けない、塩負けない。帰る。あれ、あ、ダメだった。どうすればいいんだ。ここしか逃げ場がないなら、ここに逃げるしかない。逃げて、よし、ここに かくれんぼ、逃げ、鬼ごっこ、よしよしよし、こんな感じでここにいればいいんだよ、きっと。いや、やつには見えている怖いんだけど、やめてよね、来んなよ。早いし、超早いんだって、早い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 って。あー、やだ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 。お！コインが落ちてる、拾いますか？はい。お、小銭を手に入れた。ありがとう、花子さん。じゃあね。こんなでよかったのか？まあいいや、これで飲み物買える。飲み物買えるよ。やったね。オッケー。あれ？なんか変になった。オッケーオッケー。ジュース買おう。やったね、ポカリスエット。よし、あれ、トーマくんにあげよう。トーマくんにあげたいアイテムはポカリ。あれ違う、あれ違う、これだ。オッケー。もうなんか進んだぞ。やった、ありがとうね、みやびちゃん。はい、ポカリスエット俺にくれるのか。あげる？お、あげるよ。サンキュー。お前いいやつだな、よく見りゃ結構かわいいし、俺の彼女にしてやってもいいぜ。いらないです。ごくごくごく、別にあなたの彼女になりたいわけじゃない。お、ん、うえ、うげ、て、て、おい、これジュースの中なんか変なもん入ってんじゃねえか。さとみ、てめえの仕業か。そんなに俺のことが嫌いかよ。私じゃないわよ、失礼ね。そうだよ、買ったばっかだよ。でも何かしら、これ鍵みたいだけど。あー、クソ胸クソ割り、俺はもう寝る、邪魔すんなよ。勝ったよ、邪魔しないよ。せっかくあげたのに。この小さな鍵って何かな、わかんないけど、とりあえず思い当たるのはですね、音楽室の箱しか今のところ思い当たらないんで、ちょっとこれで開けてこようかな。箱開くのかなと思うけど。あ、やった。お、起動ディスク、やったね。あれ使えるかもしんない。なんだっけ、ソルトマンドレイクがいたとこにあったやつ、癒しよし、オッケー。あ、でも起動した瞬間死ぬとか嫌だな。おー、結構集まってますね、アイテム。あと1個じゃん。これは意外とサクサクいけてるんじゃない、初見にしては。オッケー。え、パスワードとかいるの？あ、これ色じゃん。色の人だ。オレンジなんとかとか。いや、わかんないです。あー、何もわからない。これ、なんか、この、二の絵イケメンランキングですよね。多分。じゃあ、次回からは、この、暗号を解いて、まあ、うまいことね、この装置を起動させるところから始めたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。